こちらはエリエルさんです。エリエルさんは日本の学生です。こちらはアローラさんです。アローラさんはアメリカの学生です。毎朝エリエルさんは弁当を作ります。日本の弁当はとても体にいいです。毎朝アローラさんも弁当を作ります。でも、オロラさんの弁当は体に良くないですよ。アリエルさんは授業で頑張って勉強しています。お昼休み。アリエルさんはカフェテリアに行って、カフェテリアは人がたくさんいます。だからアリエルさんは授業に昼ご飯を食べに行きます。エリエルさんはあのラーメンが好きじゃないですよ。でも、オロラじゃないさんはあのラーメンが好きですよ。そして、エリエルさんはオロラじゃないさんのうどんが大好きです。そして、エリエルさんとオロラじゃないさんは交換します。お昼ご飯に、エリエルさんは自動販売機にスナックを買いに行きます。オロラさんも自動販売機に行きます。でも、オロラさんはスタディーホールに自動販売機に行きます。アローラさんも授業で頑張って勉強しています。お昼休み。アローラは教室を出ています。オロラさんの食べ物は美味しそうね。オロラさん、何を食べていますか？アローラさんはファンタオレンジが好きじゃないです。でもピーチスナップルが大好きです。アリエルじゃないさんはピーチスナップルを持っています。そしてファンタオレンジが大好きです。交換します。アローラさんとエリエルさんのお昼休みは終わった。